じゃあ最後ですね、今日の新作紹介は、うん、今日はね、4つだけなので、はい、最後です、ラストです、うん、じゃあこちら品番が 5240C の、はい、パステルカラークルーネックニットです、はい、はい、お色がこちら、ピンクとミント、はい、とブッチャが着てるグレー、はい、と私が着てるライトブルーの4色で、こちら4600円でございます。はい、おすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントをご紹介します。これはちょっと私インナーに今着てしまってるんですが、こんな感じ、結構ハイゲージでそんなに薄すぎず厚すぎずなので、うん、インナーとしてももちろん1枚主役ソースとしても本当に着回し力が幅広い、今の時期こそ着てほしいベーシックなニットでございます。で、首元がクルーネックなんですけど、割と詰まり気味、スタンド襟まではボトルネックまではいかないですけども、割とね詰まり気味の首元になっているので、ネックレスいらずで本当に1枚様になる優秀ニットでございます、はい、で、ちょっと気持ち、しっとり系というかサラサラ系のニットなので、うんうん、肌当たり少し気になる方は気持ちチクチク感感じるかもしれませんが、毛並みは、ね、柔らかめなので肌当たり自体はそんなに痛くはないですかと思います、はい、で、袖リブが結構ね深めというか大きめにリブが入っているのでベーシックなんですけど、この辺ディテールもこだわりがあって使いやすい1枚でございます。もっちゃん今インしてくれてますけど、アウトしてもそんなにね長すぎない、うん、ありがとう、そう、長すぎない感じの丈感なので、こんな感じ、また丈感もなく着やすいので、いろんなコーディネートに使いやすくて着回し力のあるアイテムです、はい、しかしベーシックながら色がね、いや、そうなんですよ、可愛いので、かわいい、これは迷う、はい、デザインはもしかしたらお手持ちのものと身寄りがあるかもなんですが、色が絶妙カラーで、よく見ると一色でちょっとねマーブル調、ちょっとね画面だと見にくいかもだけど、ちょっとマーブル調になっている、うんうんうん、とてもねカラフルな色合いがおしゃれな優秀ニットでございます。ございます、はい、そうね、サルサパステルもう春色だねってね、アイテムは冬だけど色だけでね、ちょっと春感楽しんでいただけるようなアイテムでございます、はいはい、あ、ミロさん、ピンクがパープルに見えたら可愛いって、確かにちょっとパープル味はあるかもね、うん、今日のあのベニーモタルトのニットとちょっとまあ似てるっちゃ似てるかな、あっちよりかだいぶこっちの、今ご紹介中のアイテムの方がパープルに近いかもしれない、確かにパープルに近い、結構、うん、こうやって並べたらするとこんな感じ、こうやって見たら全然、ね、こっちの方がね結構サイドが高い、こっちのくすみからって感じでございます、うんうん、はい、はい、でも結構こっちの方がインはしやすいと思います、うん、確かにね、そう、ちょうどいい、なんか薄すぎず分厚すぎずっていう分厚さなので、はい、結構インはこっちの方が多分すんなりしやすいし、ごわつきも気にならないかなとは思います、はい、はい、そうね、さっきのベニーモタルトの迷うピンクかわいいっていや、ピンクね、間違いなくかわいいよね、かわいいですよね、そう、今年ピンクマンになる予定そっちも欲しい、今年の目標、今年の目標ピンクマン、うん、ね、シンプルにデニムに合わせたいって、うん、絶対可愛いと思います、絶対可愛い、シンプルだけど色がねプラスされるだけで全然おしゃれに見えるから、うん、おすすめですね、おすすめです、はい、私も、あ、そうですね、じゃあちょっと文ちゃんにも着てきてもらおうと思います、はい、このライトブルーも本当可愛いです、さっき文ちゃんが言ったちょっとマーブルっぽくなってて、これは本当着やすいと思います、なんかアウターからちょっとちらっとこういうブルーとかが見えてたら今年はね可愛いと思います、カラーニットが大人気だから、うん、ね、確かに伊豆シーニットは珍しいよね、確かに多いのは結構ね、ベージュブラウンとか多かったんですけど、意外と今回、今日はね、今日の新作は結構カラーものが、うん、そう、一気に春感高まるラインナップで、そうですよね、でもまあなんか結構市場世間的にも結構カラートップスは今年トレンドなのでね、うん、ぜひ1枚は持ってきてほしいなとは思います、はい、うん、あ、チュールのアイボリー買いました、のりこさんありがとうございます、あ、そうか、アイボリーはね、アイボリーも結構合わせやすいと思います、うん、これはでも本当このチュールはオールシーズン絶対使えるので、なんか持ってて損はないと思います、うん、可愛いでしょ、本当にこれは可愛いでしょ、あ、沙織さん、ゆうちゃんセレクトのブラウンのレザーパンツの上に着るのは何色がおすすめかな、あー、ちょうど今履いてた、あ、ナイスあ、ちょっと文ちゃんに帰ってきたら見せてもらいましょう、はい、うん、のりこさん、チュールアイボリースカートの他に何色が似合いますか、あ、でもチュールアイボリーは多分どれでも合うと思います、うん、グレーもなんか大人っぽくなって可愛いし、絶対これもこのピンクも可愛いですし、あ、可愛いな、ピンク大人っぽくなりますよね、うん、うん、何でも合うと思います、これは、ね、あ、チュールスカート可愛いですよね、宮川さん、ブラックとグレー再販待ってます、そうですね、ちょっと再販まだできるように
動いておりますので、はい、少々お待ちください。すいません。あ、もっちゃんブーツ脱いでほしい。了解です。リリーさん、履き方はね、あのこれも身長関係なく本当履いていただけるかなと思います。私で今膝じゃない、どこどこへ、足首足首より上なので、私より身長低い方でも全然、これ私155で結構余裕あるので、これは問題ないかなと思います。はい、うん、あ、これはグレーが気になる、絞らなきゃって、ね、グレーもね定番で使いやすいと思います。あ、かわいい、ゆんちゃんセレクトのレザーパンツブラウンに、今日のなんだっけこれ、ね、ミント、うん、ミント、チョコミントがやっぱね、私はおすすめで、このね、レザーパンツ、かつでブラウン欲しくて狙ってるんですけど、かわいい。このブラウンには、私はこのカラーニットがおすすめかなと思います。またグレーとかでもね、かわいいと思うんですけど、色物やっぱせっかくね、春らしく取り入れた方がかわいいと思うので、私はミント推しです。はい。靴下が気になってしまって、果たして今日は靴下クイズはあるのかどうか。あー、でももう見しちゃったね。あ、残念。見えてたかな、みんな。割れてなかったらやりますよ、最後。はい、です。チョコミントね、やっぱチョコミントカラーいいですよね。しかも あんまりこの上のなんだろう、ミントも主張しすぎず、なんかグリーンって感じじゃない、なんかちゃん、なんかおとなしめのミントなので、合わせやすい、取り入れやすいと思います。にブラウンもね、やっぱレザーだと大人っぽくなるので、なんかワン、本当にシンプルなワンツーコーデですけど、色でねおしゃれ感が入って良きだと思います。はい、あ、結構ね落ち着いたミントです。なん、でもちょっとねブルー味もある、なんつったらいいのかな、ミントとねブルーがちょっとマーブルっぽく混ざってるような感じの色なので、割と落ち着いた印象に仕上がるんじゃないかな。あとね、肌のトーンが割と明るく見える気がします。はい、私ピンクもね、私はピンクをたくさん着ようっていう目標を掲げているので、ピンク推しになりがちかもなんですけど、今年意外と私このニット、私ミント推しでございます。ミントが一番個人的には使いやすそう、カラーと入れやすそうかなって気がしております。はい、アイスにしか見えない、確かにチョコミントアイスね、ありそう、こういうの確かにありそう、ね。あ、その色に決めたって、ありがとうございます。私このコーデが今日一番好きかも。うん、かわいいチョコミント、はい。あ、それは大人気だった、大人気だった、わーわー、これは日曜日、日曜日の最後なんですよ。少量でわずかなので、そう、めちゃくちゃ少量なんで、そう、お早めに、お早めにです。でも、ね、チラッと見えるピンクかわいいですね。かわいい、ここのアウターからチラッと見えるのが、やっぱデニム合わせかわいいね、間違いないですね、デニム合わせは、うん、外れなし、うん、外れなし、そう、ね、かわいい、大人っぽいです。なんかデニムやけどカジュアルになりすぎひんから、ピンクだから、うんうん、しかもなんかやっぱニットやけど春めきますね、色がね、こんだけ明るいと確かに、うん、一気に春らしくなる、なる、うん、しやっぱなんかインがしやすいから、なんか足が長く見えます、うん、ね、確かにじゃあ足が長いんです、私はそうだ、そう、もくちゃんは足が長い、足が長く見えるだけで、足が長 い, がない、そうそう、私は足が長く見えるだけですけど、もくちゃんは長いめっちゃ言わせてるのか、すごく長いから、ね、長くないですやっぱりデニムいいわって、やっぱ私もピンク着たい、安牌です、これは間違いないです、本当に、うん、あれ、もくちゃんのカラーピンクですかって、そうです、うん、私はピンク、ちょっとなんか濃いめのピンク、なんかパープルが結構入ってる感じのピンクですね、はい、うん、になります、うん、そう、年明けると途端に春物が気になってくるんですよね、うん、そう、年明けてからが本格的に寒いんですけどね、うん、なんかね、春物気になりますよね、ね、本当にね、気になりますよね、はい、あ、さとこさん、タイトスカートに合わせてみてほしいってあるので、うん、タイトスカートあったかな、あ、あれ、ね、あれならある、ちょっと色がね、限られてるんですが、ちょっとあったらやってみようかなと思います、うん、はい、アントしてみてってあったので、アントも、あ、でもアントも可愛いですね、うん、アントも可愛い、うん、このリブがちょうどなんか可愛い、そう、ちょうどいい感じに、そうそうそう、はい、結構ね、リブがしっかりこんな感じで細リブなんですけど、うん、さっきのに比べて細リブなんですが、はい、結構しっかりついてるので、結構アクセントになってアウトでも可愛いと思います、はい、ね、うん、あ、今後白のティアードのスカートがワンピース出る予定ありますかって、ティアードではないが、そう、ね、ティアードっぽいスカートは、うん、出るかな、あるかな、うん、ワンピースはなかったかな、あ、ティアードではなかった、うん、そうですね、ティアードではない、ではないけど、まあ、ワンピーはありますが、ティアードはないです、はい、はい、ないです、はい、新作はね、まだまだで、そう、冬物の新作で、ね、まだまだ出ます、
出ます。まだまだは言い過ぎか。まだ、まあ、まだ出ます。まだ出ます。で、まあ、まあ、徐々に、徐々に、うん、って感じで。色とかね、なんか素材感とか、少しずつ春に移行はしていきますが、うん、今から春まで着れるアイテムが結構ね、たくさんありますよ。はい、ありますよ。はい。じゃあ、なんか着回し、うん、しますかね。なんか着てほしい。さっきぶんちゃん何だったかな、これだったっけ、何だったっけ、ベスト、あ、そうだ、でも何に合わせる、ベストを覚えてたか、何にベストを忘れた、忘れたな、ぶんちゃんこのデニムとピンクを履いてほしいって言ってましたね、うん、あ、本当忘れたっけ、そう、そうです、じゃあ、もっちゃんの色